ヤブガラシは、ブドウカヤブガラシ属の一種である。ツる植物で、日本ではよく見かける雑草である。標準和名はヤブガラシ。和名はヤブを覆って枯らしてしまうほどの生育の旺盛さを示している。別名、貧乏カズラとも呼ばれ、その意味としては、庭の手入れどころではない貧乏な人の住みかに追い茂る。あるいはこの植物に絡まれた家屋が貧相に見える。 またはこの植物が茂ったことが原因で貧乏になってしまうなどの意味に解釈されている。多年草。道端、林園、荒れ地などに生え、市街地では公園のフェンスなどによく絡まっている。鶴の長さは2ないし3メートル。葉と耐性する巻き髭が伸びて、他のものに巻きつき、覆いかぶさって葉を茂らせる。葉は5枚の小葉からなる鳥足状服用が誤生する。 それぞれの小葉は縁に虚子のある先の尖った卵型。花は葉と耐性する三房状の周三果女につき6から8月頃徐々に開花する。花は直径約5ミリメートルで薄緑色の花弁4枚とおしべが4本しずいが1本ある。花弁とおしべは開花後半日ほどで散ってしまい、白色のめしべが中央に立った。 直径約3ミリメートルの大色の花番が残る。この花番は蜜が豊富で、蜂や蝶などの昆虫がよく集まる。多くの花が咲くが、竹樹粉でしか結実できないため、種は少ない。日本国外では、東アジアから東南アジア、日本国内では、北海道西南部から南西諸島まで分布する。関東以北は、すべて三倍体で身をつけないが、 中部異性には身をつける二媒体が混じる。球状の液化で、最初、薄緑色のものが熟すと艶のある黒色になる。わかめは茹でて、水さらしをすると食用になるが、茹で時間は長めに、さらしも十分にする必要がある。適度の滑りと辛みがあるが、多く食べると喉が胃がらっぽくなることがある。寒冷は、レンイチゴで、根は、利尿、下毒、鎮痛などに、 薬効のある木薬として利用している。駆除が困難な草である。地上部を抜き取っても途中に根茎を残すと、春から夏にかけて盛んに芽を出す。地下茎は横に長く伸びるため、一度広がってしまうと、その土地から完全に取り除くのは難事である。ありがとうございます。